富士テレビジョン、富士テレビ旧本社ビル1961年頃の富士テレビ本社ビル旧河田町本社への最寄り駅となっていた都営新宿線明けぼの橋駅周辺の明けぼの橋通りにある現在も残っている富士テレビ旧河田町本社への案内表示富士テレビ旧本社ビルは1959年3月1日の開局時から1997年3月9日まで 稼働していた、フジテレビジョンの旧本社ビルディング。フジテレビ旧本社ビルの敷地には、戦前期はホテル、川田町会館が立地していた。フジテレビは開局当初、東京タワーへのアクセスを考慮し、新宿区川田町の18,500平方メートルの敷地を購入し、本社ビルを建設した。局舎はメインビル、タービル、グランドスタジオの三つの建物があり、 第一期工事春工事では地上3階、地下1階、延べつぼ14000平方メートルの建築であった。1962年、富士テレビが本社機能を有楽町の日本放送本社ビルから川田町に移転した。その後、3期の増築工事を重ね、4棟からなるビル群まで拡張した。1969年、開局10周年を記念し、 地上13階、地下2階、東屋1階建てのタワービルが完成した。敷地入り口には各々へのルートを示す看板が設置されていた。1969年9月から1976年3月まで、富士テレビのオープニングとクロージング映像にも本社ビルの模型が使用されていた。南側玄関口に設置された電波をイメージするモーニュメントは、 野外ロケや情報番組のオープニングや天気、予報中継などで見られ、東京女子医科大学病院側の通りには、通称、外線門と称される正門があり、その横には極ロゴの看板と、巨大な番線ポスターが掲げられていた。本社側位置に、多数の8マークロゴのオブジェ、メインビル入り口に、大きな壁画などが装飾されていた。メインビル前に、 社員向き用有料駐車場や車庫があり、これを満車表示にして、FNS27 時間テレビにビッグさんが車庫入れする放送がなされた。また、メインビル棟、グランドスタジオ棟の裏側からは、商店街へとつながる階段があった。FNN スーパータイムなど、ごく一部の報道、情報番組では、当時の正式な住所であった。 郵便番号162東京都新宿区川田町3丁目1番でアナウンスすることがあったものの、ほとんどの番組においての宛先は、郵便番号162東京都牛込局区内として紹介されていた。しかし、事業拡大に伴い、川田町ビルが手狭になり、1980年代から社内に移転論が浮上した。当初は川田町にある社屋を解体し、 跡地に新社屋を建て直す案もあったが、川田城の敷地が狭いことに加え、東京都から台場のとあり地を安く対応してもらえることもあり、鹿内博明会長はお台場に移転することを決めた。FCG ビルが着工した翌年である1994年から、富士テレビ級本社ビルの解体作業を担当する鹿島建設により、FCG ビルへの移転直後に行われる、 解体作業へ向け、アスベストの調査を開始。1997年3月10日未明に、マスターの電源が切られ、本社機能は FCG ビルへ移転した。その5日後の1997年3月15日から、フジテレビ級本社ビルの解体作業が開始され、1998年3月31日に、解体工事が完了。敷地には、マンション、 川田町ガーデンが建設された。1959年開局時点は、メインビル棟を含む、第1から第5スタジオが、1968年2月には、グランドスタジオ棟を含む、第6スタジオとメインビル棟の、第7、第10スタジオ、その後に外線門周辺が完成し、開局10周年の1969年には、第9スタジオを含むタワービルが完成した。 タワービルには重構造を採用していた。なお、カイサットとカイスターという二つの衛星システムを稼働してからは、タワービル横に巨大なパラボラアンテナを、さらにタワービルの低層部屋上にも小型パラボラアンテナを、それぞれ設置していた。小型パラボラのあるタワービル低層部の屋上でも天気予報の中継が行われていた。川田町本社ビルに、 合計12のスタジオを設置していた。そのうち、第1、2、3、4、5、7、10、A、B、C はメインビルに位置していた。最も広い第6スタジオはグランドスタジオ棟に設置していた。また、タービルに第9スタジオ。スタジオは各フロアとも低層部に設置され、その上に副調整室というスタイルとなっていた。なお、 第2期の増設工事では、第8スタジオも設置される計画があった。ありがとうございます。